今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、広末涼子、やばいでございます。広末涼子さんといえば、アイドルとして大活躍していたわよね。最近は女優としての活躍が主だったと思うが、なんでやばいことになっているって言うんだ？今回は広末さんのプロフィールも合わせて紹介していくことにします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。広末涼子さんの本名は広末涼子さんで、読みはどちらも同じですね。読みは同じだけど、本名の方が字が難しいのは知らなかったわ。1980年7月18日に高知県高知市に生まれています。随分長く活躍しているのにまだ40代前半か。若く見えることも相まってちょっと混乱してしまいそうだぜ。広末さんは予定より1ヶ月ほど早く生まれたために、出生体重は 2000g ほどしかなく息もしていなかったのですが、彼女の様子を確かめたお医者様からは、生命力が強いから大丈夫ですよ。と言われたんだとか。早く生まれたというだけで、広末さんは丈夫だったのね。お医者様の予想通り、すくすくと育った広末さんの幼少期は、ローラースケートをしたり川遊びをしたりと活発な性格になり、ショートカットだったことも相まって男の子に間違われることも多かったようです。そんなに活発な子供だったのか。運動神経も抜群で、中学生時代には陸上部に所属して、走り高跳びの選手として県大会で2位入賞も果たしました。子供の頃のエピソードを聞いていると、あまり芸能界で活躍するイメージが湧かないわ。芸能界にはスカウトで入ったのかしら？広末さんはスカウトではなく、自分の意思で芸能界に足を踏み入れています。幼少期より芸能界への憧れがあり、中学校1年生の時には15歳でモデルデビューして、18歳で女優になるという目標を掲げていました。年齢についてはわからないが、モデルになる夢も女優になる夢も叶えているんだな。広末さんは1995年6月にクレアラシルの CM でデビューし、同年にドラマにもデビュー。1997年には20世紀ノスタルジアで映画初主演を務めていますので、むしろ目標よりも早くに夢を実現させていますね。そういえば同じくらいのタイミングで歌手デビューもしていたわよね。1997年4月、竹内まりやさんプロデュースの、マジで恋する5秒前で歌手デビューし、これが60万枚を売り上げる大ヒット。続くセカンドシングル大好き、もうオリコン1位を獲得しました。1990年代後半といえば広末涼子の時代だってくらい、広末ブームは凄まじかったぜ。今40代くらいの人には懐かしい響きなんじゃないか？学校に通うのも一苦労だわ。芸能人だからほとんど出席していなかったのかしら？上京した広末さんが通っていた品川女子学院は芸能学校ではなく、普通の高等学校です。つまり仕事が理由だろうと帰国や欠席が許されたわけではありません。学校に行ってから仕事をしていたってことだよな。目が回るほど忙しかったと思うぜ。すでに日本中が彼女のことを知っていたと言っても過言ではない状態でしたので、他の学生と同じように満員電車に乗って通学することもできません。周囲の注目を集めてしまう上に、週刊誌に追われる生活でもありましたからね。もう学校に住むしかないんじゃない？さすがにそういうわけにはいかないだろ。でも、電車も使えないならそうするしかない、のか？当時の広末さんが出した結論はグリーン車を使うことでした。グリーン券を買って、仕事に向かうおじさまたちに紛れて通学をしていたんだとか。へえ、ずいぶんリッチな話だわ。広末ブームを知る人にとってはリッチだなぁで済む話なのですが、この話を疑っているのが高校生の広末さんの長男です。本当かよ。人気あったとか自分で言うなよ、はず。と言われてしまったんだとか。そりゃ広末さんの息子が広末ブームを知ってるわけがないよな。若い世代には全然知られてないのかもしれないが、実の息子にはずって言われるのはちょっときついぜ。昔は日本中がママに夢中になったんだよ、と言われても、子供からしたらピンとこないでしょうね。広末ブームが徐々に落ち着き出したのは2000年に入ってからでしょうか。女優業に専念するために2002年には音楽活動を休止、2003年には大学を辞めています。歌手やアイドル的な活動をしていたからこそ続いていたブームだったということなのか？路線を変更したことも影響しているでしょうが、2003年12月に結婚と妊娠をしていますからね。出産となるとどうしても一時的な休養が必要になるのも関係しているかもしれません。投稿さえまともにできないのはかなり息苦しいと思うし、私はちょっと落ち着くくらいでいいと思うわ。女優としては2008年に出演した、送り人が大ヒットし話題になりましたが、
同年に離婚もしています。結婚生活も4年ちょっとで終わってしまったんだな。具体的に何があったのかは語られていませんが、2006年と2007年は人生最悪の日々だったんだとか、もしかしたら結婚生活の中で何かがあったのかもしれませんね。あの日ロスエさんにも視聴者である私たちには見えないところで、いろんな悩みを抱えていたってことなんでしょうね。芸能人が抱える悩みがどんなものか、私たちにはちょっと想像つかないぜ。離婚した2年後の2010年には、ケンドル・アーキストのケンドル・ジュンさんと再婚し、2015年には第3子を出産しています。幸せに過ごしているならそれが一番だわ。ところで、ケンドル・アーキストって何なの？ケンドルを使って空間を演出したり、オブジェを制作したりするアーキストのことですね。ウェディングの演出などを手掛けることもあるそうですよ。キャンドルを綺麗に飾っているとおしゃれだよな。専門家がいることは知らなかったぜ。キャンドル・ジュンさんは広末さんにとっては人生の救世主とも呼ぶべき存在なんだとか。すっごい愛妻家とか？それもあるかもしれませんね。広末さんの本名が未だに広末であるのも、長男が名字を変えずに済むようにという気遣いからだったそうです。新しい旦那さんのおかげで、名字を変更せずに済んだのか。名字が変わるのって結構大きなイベントだもんな。キャンドル・ジュンさんはいつでも家族のことを第一に考えて行動しているらしく、広末さんが家事をしている間は幼い子供たちの遊び相手を休むことなく続け、広末さんが仕事で学校行事に顔を出せない時は代わりに参加しているんだとか。自分と広末さんとの間に生まれた子供たちだけじゃなく、前の旦那さんとの間に生まれた子供のことも大切にしているのね。キャンドルアートの第一人者にあたる人物であるにもかかわらず、メディア等への露出が少ないのも理由があり、それは家族を守るためにメディア出演の一切をやめたからなんだそうです。たくさんメディアに出る選択肢もある中でそんな選択をしてくれるなんて、まるでヒーローみたいだぜ。人を大切にする情の深いキャンドル・ジュンさんは時に家族以外にもその手を差し伸べました。2011年に東日本大震災が起きてからは、現地の復興支援にも積極的に関わっています。支援物資を運んだりしていたの？毎週のように支援物資を持ち込んでいましたし、福島県内でキャンドルナイトなどの追悼イベントもたくさん開催したようですね。ありきたりな言葉になってしまうが、とても優しい人なんだな。復興支援で忙しくなろうとも長男の卒園式や授業参観には参加しています。新たな家族の一人としての責務を果たすべく身を粉にしていたと言ってもいいでしょう。そんな素敵な旦那さんがいて、広末さんが羨ましいって人も多そうだわ。もちろん、広末さんと結婚したことを羨む男性も多いと思うけどね。しかし、広末さんはケンドル・ジュンさんを裏切りました。2014年に週刊誌にて、当時24歳だった俳優の佐藤健さんとの不倫を報じられたのです。週刊誌を悪く言うわけじゃないが、全部が全部真実とも限らないんじゃないか？ケンドル・ジュンさんが復興支援で家を空けている日、ピンヒールに網タイツというセクシーな装いで、午後9時前から佐藤さんの住むマンションに向かい、およそ9時間後に時間差で家を出たところを見られていますから、信憑性は高そうですね。ちょっと言い逃れできないかも。もちろん広末さん、佐藤さん双方の事務所は、不倫については事実無根であると否定しました。しかし、この日以外にも2人で完全個室のスパでデートしている姿が目撃されています。そりゃ不倫してました、なんて大きな声で言えるわけないよな。ただ、これで夫婦仲が壊れてしまうようなことはありませんでした。先ほども述べたように、第三子が誕生したのは2015年の話ですからね。どんなやりとりがあったのかはわからないけど、二度目の離婚になることがなくてよかったわね。この危機を乗り越えたんなら、広末さんがヤバいってことにはならないんじゃないか？広末さんは過去の過ちに学ばなかったということなのでしょうか。2023年6月7日、週刊誌にてまた不倫が報じられたのです。全然懲りてないわ。今回不倫相手として名前が挙げられているのは、ミシュラン一つ星レストラン塩のオーナーシェフを務める、鳥羽周作さんという方で、広末さんより3つ年上になるようですね。実力派の料理人が今回のお相手なんだな。鳥羽さんは J リーグの練習生、小学校教諭を経て、31歳から料理の道へ進んだという異色の経歴の持ち主です。料理界の革命児とも呼ばれているんだとか。ミシュランで星をもらうようなレストランのシェフって、学生時代から厳しい修行をしてきたイメージがあるわよね。本当にセンスがある人ってことかしら。だからって不倫がセーフとはならないんだけど。6月3日の午後9時頃、広末さんが大きなスーツケースを引いて、高級ホテルにチェックイン、その後時間差で鳥羽さんが姿を現したようです。
広末さんらをかばおうってわけじゃないが、それだけだと不倫と言い切れない気もするぜ。5月16日には鳥羽さんのお店で広末さんを含む女性4人が食事を楽しんでおり、その後そこに鳥羽さんも現れ、広末さんの肩を揉むなどのボディタッチがあったことも記載されていました。仲のいい2人が同じ日に同じホテルを使っていたら、疑うなっていう方が難しい、かしら。広末さんも鳥羽さんも、お互いのことを仲の良い友人とする一方で、不倫については完全否定という状態ですね。佐藤さんの時とそんなに状況は変わらないんだな。異なる点があるとすれば、佐藤さんの時は既婚者が広末さんだけであったのに対して、今回は双方が既婚者、つまりダブル不倫状態にあることでしょうか。ダブルってなると慰謝料だなんだが一気にややこしくなるイメージだわ。今回の報道を受けて所属事務所は、プライベートなことに関しては、本人に任せていますが、今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意をしております。お騒がせして申し訳ございませんでした。とコメントしています。現在は出演番組などに大きな影響は出ていませんが、2022年にベストマザー賞を受賞した広末さんにとって、大きなダメージとなる可能性は低くないのかもしれません。せっかく素敵な旦那さんがいるのに、どうして疑われるようなことをしちゃうのかしらね。証拠不十分というか、決め手に欠ける印象はあるけどな。今後の報道も要チェック、ってことか。広末さんは2度目の不倫報道で世間を騒がせていることがわかりましたね。年齢を考えても落ち着いて良さそうなものですが、魅力的な女性ですから既婚者であっても男性が放っておけないのかもしれません。本日も閉店させていただきます。ミルでした。